今度はどこかというと、九州です。まだ時期が来ませんが、いずれ九州に地上天国ができるのです。その次が支那にできるのです。それからエルサレムです。あそこでおしまいです。ですから西へ西へと行くわけです。エルサレムに地上天国ができた時が、世界の地上天国の始めになるのです。それからが世界が統一されるのです。これは私が言うのではなくて、昔ユダヤの方でそういう予言があるのです。エルサレムでは将来世の中を救う人がここに来られるということで、四つの門があって、四つの門のうち三つは常に出入りはできるのですが、一つの門だけは開かずの門といいまして、出入りができない。だんだん西へ行って、あそこに行くときに初めて開いて、開かずの門というのは消えてしまうのです。そんなようなわけで、一種の予言ですが、予言というより、格言と言った方が良いでしょう。間違いありません。もし嘘を言ったら、私は嘘つきになりますから、殴られはしないでしょうが、全然信用をなくしますから、嘘は言いません。いずれは外国にも立派なものができます。支那でも北京城に立派なものを作ろうと思っている。それからエルサレムですね。それは神様が2000年前から用意してあるんですからね。ヘンデル作曲のオラトリオであり、宗教音楽の最高峰とも称されるメサイア。名主様はこのメサイアをこよなく愛されました。最晩年、特に脳一血のご浄化をお受けになった後は、来る日も来る日もメサイアをお聞きになったという記録が残されています。当時、名主様はメサイアのことをメシアと仰せでしたが、ある日、メシア会館からご自宅に戻られた時には、メシア会館に行ったのでメシアを聞こう、などとおっしゃることもありました。名主様は、私はメシア会館ができたら、前から言っている通り、ヘンデルの作ったメシアという歌をお祭りや何かの時には歌って、オーケストラもやるつもりで、舞台の下のところにオーケストラボックスをこしらえました、どうせになりました。現存しないメシア会館にはメサイアを演奏するためのオーケストラボックスがあったのです。そして名主様は、祭典などの折にメサイアを演奏される構想をお持ちでいらしたのです。名主様はメサイアのことを、あんないい曲は他にない、神様があの自分に用意してあった。あれはメシア教のためにヘンデルが作ってあったんです。ですからあれはメシアというんですね。ですからこっちがあれを使わなければいけない、とまで仰せになり、特に歌詞については、
神様をたたえる気持ちが実によく出ている、とおっしゃり、歌詞が良いことを繰り返し強調されました。では、ヘンデル作曲のメサイアの歌詞とは、どのような歌詞なのでしょうか。名手様が祭典で演奏し、全信徒に聴いてもらいたい、と思われていた曲の歌詞とは、どのような歌詞なのでしょうか。メサイアの歌詞は、すべて聖書からの引用です。全編、聖書の言葉が使われています。聖書から引用した言葉を使いながら、イエス・キリストの生涯を描き、さらにはキリスト教の信仰そのものを表現している。それがヘンデル作曲、メサイアの歌詞です。前半はイエス生誕の予言からイエスの生誕、中盤にはイエスの受難、贖い、死が描かれ、そこからイエスの復活の描写、そしてイエス・キリストの再臨でありメシア降誕の喜びを高らかに歌い上げる中盤のクライマックスであるハレルヤコーラスへと至ります。後半ではイエスにより全人類に開かれた永遠の命の道への賛美が歌われ、最後は神様と神様と一体であるイエスにすべての栄光を期すアーメンの大合唱によって終わりとなります。これが名主様がこよなく愛され、繰り返し繰り返し聞かれたメサイアの歌詞です。名主様があんないい曲は他にないと言われたメサイアの歌詞とは、このような内容なのです。さらに詳しく見てまいりましょう。冒頭はイエスが生まれる前の話となります。いよいよ救いの時が来たこと、時が満ちたことを告げ知らせるような、次のような言葉で始まります。慰めよ、我が民を慰めよとあなた方の神は言われる。エルサレムに優しく語りかけ、次のことをエルサレムに告げ知らせなさいと言われる。争いの時は終わった。あなたの罪は取り除かれたのだ。荒野で声を上げるあの方の声が聞こえる。主の道を用意せよ。我らの神のために砂漠にまっすぐな大通りを準備せよ。そしてイエス誕生の予言の言葉が続いていきます。見よ、乙女が身ごもるであろう。そして男の子を産み、彼をインマヌエルと呼ぶであろう。この名は神は我らと共におられるという意味である。私たちのために一人の子が生まれた。男の子が与えられた。彼は統治する権威を持ち、素晴らしき方、知恵ある者、力ある神、永遠に生きる父、平和の君と呼ばれるであろう。
そしてついにイエス誕生の時を迎えます。天の御使いは言われる。恐れることはない。見よ、私はすべての人々に与えられるべき大いなる喜びの福音を持ってきた。今日ダビデの町において救い主、すなわち主なるキリストがあなた方のためにお生まれになったのだ。イスラエルの娘らよ、大いに喜べ。エルサレムの娘らよ、歓喜の声を上げよ。あなた方のもとにあなた方の王が来たのだ。彼こそ義なる救い主であり、神知らぬ異邦人に平安を告げる方である。皆の者、見よ、あの子羊が世の罪を取り除くのである。世の罪を取り除くために来たイエスは、この世では受け入れられず、激しい迫害に遭い、ついには十字架の上で殺されてしまうのです。嘆きと悲しみを知り尽くしていた彼は、人々に忌み嫌われ拒絶された。無知で背中を打とうとする者には背中を向け、顔を傷つけようとする者には頬を差し出した。彼は恥ずかしめと唾から顔を背けず、それらを真正面から受けた。実に彼は私たちの悲しみと嘆きを引き受けてくれたのである。私たちの罪のために傷つけられ、私たちの過ちのために打たれたのである。彼が罰を受けたことにより、私たちには平安が与えられたのである。彼の受けた傷により、私たちは癒されたのである。私たちは皆迷子になった羊のようであった。私たちは皆例外なく自分勝手に歩んでいたのだ。そして主は私たちが浮くべき罪をすべて彼に負わせた。イエスは私たちの罪のために一度は死なれますが、神様はイエスを死人の中から復活させるのです。しかしイエスが復活したにもかかわらず、人類は罪の許しを受け入れず、神様の御心に反し続けるのです。国々は一緒になって怒りに身を任せ、人々は意味のないことばかりを考えている。この世の王たちは主と主によって油注がれたメシアに反逆し、この世を統治する者どもは悪巧みばかりしている。しかし神様は、神様とイエス・キリストに逆らう者を打ち砕き、天上のみならず地上をも完全に治めるため、キリストの再臨を成し遂げられます。その喜びを表現しているのがかのハレルヤコーラスです。ハレルヤ、主なる神が王となられた。ハレルヤ、この世は我らの主と主に属するキリストのものとなったのだ。そして主は永遠にこの世を統治される。王の王である主、主の主である主は永遠にこの世を統治されるのだ。ハレルヤ。
ハレルヤコーラスの後はクライマックスのアーメンコーラスに向け、キリスト教徒の信仰告白の言葉が続きます。私は知っている。私をあがなう方は生きておられることを。そしてこの方がいつか地上に立たれることを。私の体は虫によって食い尽くされるであろう。しかし私はこの身を持ったまま神を見るのだ。なぜならキリストは死からよみがえられ、眠っている者たちの中で一番先に目覚めた者、初穂となられたから。一人の人によって死がもたらされたように、死からの復活も一人の人によってもたらされた。すなわちアダムによってすべてのものが死んだように、キリストによってすべてのものは生きるものとなる。ある神秘を教えよう。私たちは眠りにつくのではない。そうではなく、私たちは最後のラッパが鳴るとき、一瞬にしてたちまちに新しく変えられるのだ。ラッパが鳴ると死んだものはよみがえり不滅のものとなる。皆そのように変えられるのだ。滅ぶべきものは不滅性を、死ぬべきものは永遠性をまとうことになるのだ。その時、次の言葉が成就するであろう。死は勝利に飲み込まれた。神が私たちの味方だとしたら、誰が私たちに歯向かえるというのか。神に選ばれた私たちを誰が貶めることができるというのか。では私たちを裁く者とは誰なのか。それこそがキリストイエスである。あの死んだ、いな死んでよみがえったキリスト、神の右手に座するキリストが、私たちのために取りなしの祈りを神に捧げてくださっているのだ。そしてついにメサイアはクライマックスへと向かいます。すべての栄光を神様とキリストイエスに帰し、アーメンの大合唱によって締めくくられるのです。殺され、その血によって私たちを神に対してあがなってくださった子羊こそ、権威、富、知恵、力、名誉、栄光、祝福を受け継ぐのにふさわしい方である。祝福と名誉、栄光と権威は王座に座しておられるお方と子羊とに、とこしえにありますように。アーメン。メサイアの一番最後の歌詞であるこのアーメンは、合唱団全体でアーメンという一語のみを繰り返し繰り返し歌い上げ、ハレルヤコーラスと対をなすとも言われるアーメンコーラスという大合唱により、ヘンデル作曲のメサイアは締めくくられます。これが名主様がこよなく愛されたメサイアの歌詞の内容です。これが名主様が信徒にも聞かせ、また歌わせたいと思われていたメサイアの歌詞の内容です。このメサイアを演奏するためメシア会館にオーケストラボックスまで作られた名主様の思いとはどのようなものだったのでしょうか。
少なくとも名主様のご信仰というのはイエス・キリスト、またキリスト教とは切っても切れない極めて密接な関係にあることをお示しになっていたことは否定できない事実でありましょう。ハレルヤコーラスはキリストの再臨の喜びを歌ったものとされていますが、キリスト教徒はこのキリストの再臨を未だに待ち続け、現在の社会や世の中は多くの問題を抱えている。目に見えるものに心を奪われ神様を忘れているとして、いつかキリストが雲の上から下ってきて悪を滅ぼし、正しい人々による神の国の樹立がなされると信じています。私たち世界メシア教は違います。私たちはキリストはすでに再臨した、人類一人一人の中に漏れなく再臨したと信じています。世の中に問題があるのはそのような人類の姿を許したのだよ、あなたの姿を許したのだよ、という神様からのメッセージなのです。目に見えるものに心を奪われ神様を忘れていたのは、実は私たち自身ではなかったのでしょうか。私たちこそが神様に反逆し続けてきたのではないでしょうか。キリストはすでに再臨し、天国は私たちの中に存在しているのです。あとは私たちが許しを受け入れて天国に立ち返らせていただきますと神様に申し上げることが残されているだけなのです。メサイアの歌詞にキリストは死からよみがえられ、眠っている者たちの中で一番先に目覚めた者、初穂となられたとありますように、永遠の命を獲得してメシアとして新しく生まれるというのはイエス・キリストだけが成し遂げることではないのです。それを名主様が教えてくださったのではないでしょうか。名主様は私たちもメシアとして新しく生まれることができることを教えてくださったのではないでしょうか。私たちは教主様によって名主様の真の願いを、イエスの真の願いを全人類に先駆けて知ることができました。その道を歩むことのできる大いなる喜びを胸に、メサイアを、ハレルヤコーラスを歌わせていただき、聴かせていただきましょう。そして全人類が、キリスト教徒が、またユダヤ教徒の方々が心の中では求めてやまないこの誠の救いの福音を、私たちの周りの方々に一人また一人とお伝えさせていただきましょう。主の命により福音を述べ伝える者のなんと多いことか。喜びの平和の福音を述べ伝える者たちの足音は美しい。